マスタープランはドイツ出身のパワーメタルバインド。元ハロウィンのメンバーを中心に結成したジャーマンメタルのグループ。同バンドのスタイルを受け継ぎ、メロディックスピードメタルを展開している。創設者、ローランド・グラポー2001年にジャーマンメタルバンドのハロウィンを脱退したローランド・グラポーとウリカッシュは新たなバンド結成のために動き出し、ボーカルに、 北欧のメタルシーンで活躍しているやルンランデなどを迎え、パワーメタルバンドマスタープランを結成する。バンド名は、ローランドの HP 上で公募して決定したものである。2003年1月にデビューアルバム、マスタープランを発表。このアルバムには、元ハロウィンのマイケル・キスクがゲスト参加しており、話題を集めた。また、本作品でキーボードを担当しているのは、 ヤンネ・ウィルマンであるが、レコーディングのみの参加にとどまり、クレジットは正規メンバーのアクセル・マッケンロットとなっている。8月に初来日公演を開催。2005年にセカンドアルバム、エアロノーティクスを発表。しかし2006年5月、ヨルンが音楽性の相違を理由に脱退し、ウリも同年10月に脱退を表明した。その直後にヨルンの公認として元ライオットのマイク。 夢を売りの公認としてマイク・テラーナが加入した。2007年にサードアルバム MK2 を発表。同年6月に来日公演を行った。2010年5月にヨルンが復帰し、ホースアルバム Time2BE キングを発表。2012年にはマイク・テラーナの公認にクレードル・オブ・フィルスのマーティン・スカロープか、ヨルンの公認にはサンダーストーンや、 アットバンスのリック・アルツィ、そしてヤン・エッカートの後任には、モトストラトバリウスのやりかいぬ来年の加入が、発表された。そして、翌年にフィフスアルバム、ノブ・ム・イニティウムを発表。2014年5月4日に来日し、アジアメタルフェスティバル2014ジャパンに出演。2016年10月に、ラウトパーク16にて、来日公演を行い、ラウトパークに初出演した。 2017年8月には、ローランドグラッポー在籍時代のハロウィンのカバー曲を収録したアルバム、プンプキングスをリリース。ただし、ローランド自身は、同年秋からスタートしたハロウィンのリユニオンツアーへの参加は実現しなかった。オリジナルアルバムライブアルバム企画、ありがとうございます。